有事想定の訓練に沖縄県も協力。有事想定の訓練に沖縄県も協力ですよ。なんかいつも沖縄県を反対してるイメージ持たれてるから。そうですね。沖縄県が、ね、うん、何か抗議をしたとか、うん、なんとかみたいなニュースって結構そういうイメージがあったりすると思うんですけど、これ率直に言っていいことじゃないかと思いましたね。はい。11月13日の琉球新報さんの記事なんですけども、はい、タイトル、陸自訓練に県警と11艦となってまして、五島列島尖閣対象想定となっております。長崎県五島列島の津多良島で陸上自衛隊が11日に実施した尖閣諸島での対象を想定した訓練について、沖縄県警の警備部に属する国境離島警備隊と第11管区海上保安本部の巡視船数隻が県内から参加していたことが12日関係者への取材で分かった。訓練は外国の武装勢力が不法上陸したグレーゾーン事態を想定して、警察と陸上自衛隊などが制圧するまでの一連の流れを確認したとみられるとありまして、制圧人員輸送担当課とあるんですが、県警の国境離島警備隊は2020年4月に発足し、自動小銃やサブマシンガン、小型ヘリなどを装備しており、今回は実際に陸自などと対処訓練に加わったとみられる。県警は国境離島警備隊について具体的な配備場所や規模について明らかにしていない。11艦は人員輸送などの任務を担ったとみられるとありますね。記事を見てびっくりしたのが、2020年に国境離島警備隊ができてたことに、うん、そうですね、僕も知らなくて、まず国境離島警備隊というのがなるものがあるんだっていうところと、伊賀さんも言いましたけど2020年4月に発足、うん、前からそういう想定とかで実現したのかもしれないですけど、うん、今まで持ってたイメージ、この番組見てる方が沖縄県政、特に尾長さんであったりデニーさんの県政について疑問を持ってたとは思うんですけど、これは素直に良いことではないかなというふうに、これは評価すべきことですね。自動小銃とかサブマシンガン、小型ヘリなどというところで結構装備も充実してるイメージですね。結構武装が、はい、しっかりしているのかなという印象でした。関連記事でまだまだありまして、有事の一体運用加速ということで、県民に詳細非公表とあるんですけれども、尖閣諸島をめぐっては、漁民に見えるが一定の軍事訓練を受けている中国の海上民兵による占拠を懸念する見方もある。今回の訓練はこうした外国の武装勢力が上陸したと想定し、事態を把握し取り押さえるまでの一連の動きを確認したとみられる。訓練の想定となるグレーゾーン事態は武力攻撃に至らない範囲で日本の主権が侵害される可能性がある事態、警察や海保だけで対応できず自衛隊による海上警備行動や治安出動に至った際の各機関の連携が課題とされている。切れ目のない対応に向けた対処能力向上を図ることが訓練の狙いとみられるとありますね。はい、今までちょっと避けてたんじゃないかなと思った言葉で、中国の海上民兵による選挙を懸念する見方もあるって、保守系のその考察論評であったりと講演とかでもこういう海上民兵の話とかっていうのは出てきてた言葉ではありますし、実際何か起こすとなると、いきなりその軍事行動を起こすというよりは、民間人、漁民を装って上陸したりとか何かをして、でそこの取り締まりとか攻撃があった場合に自国民保護の名目でとか、ロシアがやってるような、そういうことをするんだろうなっていうところは皆さんも想定してはいるんだと思うんですけど、県なりその沖縄の新聞にこういうワードが載るなりっていうのは結構今までにはなかったことかもしれない、よく載せましたねっていう、載せたのはこれも素晴らしいなと思いますけど、タイトルの方で県民に詳細非公表ってなんかマイナスなイメージを植え付けようとしてるかなって気はしたんですけど、そうですね、他の関連記事とか見てもちょっとネガティブなイメージにしたいのかなっていう言葉があったりとかっていう、それはお察しなところではございますが、ちゃんと載せたなっていうところは評価していいんじゃないですか。はい、次も関連記事なんですけども、事態認定っていうところ、武力攻撃事態と認定すれば中国と交戦状態になり、中国の日系企業や法人が首都機になる恐れがある、海上自衛隊を尖閣に派遣する場合、治安出動とする
か防衛出動とするかで武器使用の制限が変わる、うん、米軍から輸送などの支援要請中断自衛権の行使ができる存立危機事態に台湾有事を認定するかどうかっていうのがあって、うん、国民保護っていう下の方に枠がありまして、はい、先島諸島では避難用の指定地下施設や島外へ避難計画の整備がほとんど進んでいない、うん、で先島諸島は空港や港湾の能力が低く大型輸送艦が接岸できるのは宮古島の平港と石垣島の石垣港ぐらいということで、うん、問題点もちゃんとしっかり書かれているっていう、先島孤立課題あらわという、まあ、タイトル、まあ、その通りですねっていう、これも今まで無視してきませんでしたかみたいなところではあったりするんですけれども、うん、報道はある程度してたけどもちょっと印象操作に近い時もあったりしていた、うん、でやっぱりあのイデオロギーでどうだとかなんとかの話じゃなくて現実の話ではあるので、政治思想とかで空中戦をしてあの言い合いしたりとかっていうレベルの話じゃなくて、やっぱり現実の問題の延長線にある懸念とかあのそういう課題っていう話になるので、やっぱり沖縄県としてもその今までのように、まあ、ウクライナのこともあったりはする、それも関連あるかもしれないですけど、やっぱり現実的なところをやっぱちょっと見ないといけないっていうところがひょっとしたらあるのかもしれないですね、うん、そこも含めてやっぱり国民保護、まあ沖縄戦をちょっと繰り返さないとか、あの悲惨な沖縄戦をと枕言葉で言うとネガティブな言葉が多いんですけど、その教訓を得ようと思えば、じゃあどうやれば県民の被害をあのゼロにはできなくてもより少なくできたのかとか、そういうところの課題ってやっぱり必要なんじゃないのっていうのは前から思ってたんですけれども、遅いかもしれないけどこういうことを考えていくっていうのは大事ですよね。後からじゃなくてこれは今すぐやるべきことなの で、うん、そうですね、で一歩でも進んだってことはいいことですね、はい、で基本的に何か起こってからその対処が進むっていうのは、まあ、どこの国でもあるのかもしれないですけど、やっぱりその想定をして備えておくっていうのが、まあ、防衛とか、まあ、災害についてもそうですけれども、うん、備えをしておくっていうのが基本の基だとは思いますので、うん、これはあのいい流れというか実際のその、うん、あの危機とかっていうのがあるので、まあ、楽しい話ではないかもしれないですけれども、やっぱり必要かなと思いますね。今回琉球新報さんの記事をちょっと関連記事で紹介をしてたんですけども、はい、ちょっとずつ流れが変わろうとしてるのかなっていう印象もあるので、うん、ただ全体で見るとやっぱり自衛隊あの配備強化反対みたいなあの記事が出てたりとか、合同軍事演習みたいのを批判的に捉えてみたいなことが多いので、新聞社としてのスタンスはやっぱり変わってないとは思うんですけど、うん、今までだったらあまり書かなかったようなことも書いてはいたりっていうのが、うん、ちょっと変わっているところではあるかもしれないですね。うん、分かりました。